皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりにメイク動画を撮ってみました。てか、その前に前髪を切りました。どうですか？まあ前髪なんちゃってあった時期はあったんですけど、だけどこのパッツン前髪はめちゃくちゃ久しぶりにやりました。まあ、お前の時もあったんですけど、多分それが最後とかなのかな。こんだけがっつりパッツンはめちゃくちゃ久しぶりでございます。ちょっとドキドキしていますでもめっちゃ好評でした。インスタとかもう TikTok とか YouTube ショーツもあげたと思うんですけど、すごく皆さんからありがたいことに好評をいただきまして、とても嬉しいです。ということで今日はその前髪を切って初めてのメイク動画になります。前髪を切るとやっぱりちょっと幼く見えたりとか、なんかちょっと可愛らしいイメージが出ちゃうと思うので、あえてメイクをしっかりとやっていったりとか、まあいろいろねポイントとかもあるし、今日はもうすぐね、もう差し掛かってるかもしれないんですけど、秋がやってきますよ。私たちの大好きな秋がやってくるので、秋メイクをねしてみました。今回はちょっとボルドー系な感じのメイクかな。どっちかっていうとちょっとタンクトップとかネイルもボルドーで、今日はボルドー女でいきたいと思います。ということでなんか久しぶりに YouTube 撮るから、私こんなキャラだったっけ、ちょっと忘れちゃいました。はい、ということでじゃあ早速こちらのメイク動画スタートしたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイク始めていきます。カラコンはこちらのカラコンなんですけど、ちょっともう廃盤になっちゃっててもないんですが、いつも使ってるこちらを使っていきたいと思います。じゃあまずは下地を塗っていきます。今回下地はシュウムラの下地を使っていきました。この下地結構ツヤ感が綺麗に出てくれて、でトーンもちょっとピンクがかった色味になっているので、トーンアップもできる下地でございます。ファンデーションはこちらのシャネルのリキッドファンデを使っていきたいと思います。これはねもう言わずもがなで、めちゃくちゃ綺麗な肌に仕上げてくれます。ナチュラルについてくれるんですけど、密着力もとても良いです。でこのブラシもめちゃくちゃ良くて、シュウムラのやつなんですけど、この歌舞伎ブラシ、これを使ってファンデーション塗っていくとより密着力が高まる気がします。あとすごく均一に綺麗についてくれます。これを使って顔全体に広げていったら、このコンシーラーでクマだったりとか気になるところを隠していきます。このナーズのコンシーラーも私ずっと使ってるんですけど、本当にカバー力も良くて密着力も良くて寄りにくいので、とてもおすすめです。で仕上げにこちらのパウダーをはたいていきます。これもねめっちゃいいんですよ。なんかこう肌をねパンと明るく飛ばしてくれる感じがあって、でなんか厚塗り感は出ないんですけど、しっかりと肌をサラサラにしてくれるので、仕上がりもとても良くてお気に入りのパウダーです。ではアイメイクに移っていきます。今回はこちらの MAC のアイシャドウパレットをメインに使っていきます。まずこちらのカラーなんですけど、ちょっと濃いめなんですけど、やっぱ秋って深みを出したくなるので、このぐらい濃い色をもう最初にベースとしてがっつり幅広く広げていってから、こっちのブラウンカラーを下幅ぐらいまで広げていきます。割とこのカラーがメインにはなるんですけど、少しラメも入っていたりとかするので、そんなにくすみすぎずに使えるアイシャドウかなと思います。そしたら続いてこちらのブラウンの濃いカラーを取って、これを目尻の方にのせていきます。下まぶたも上まぶたも目尻の方にのせていって、より目元を引き締めていきます。で最後にこちらのカラーを取って、これを今目尻にのせていったカラーとメインのカラーをぼかしていくような感じでなじませるようにのせていきます。このカラーはやっぱり赤みがちょっと強いので、これで一気に秋らしさが出るかなと思います。下まぶたの目尻の方も若干のせていって、よりボルドー感を強めていきます。そしたら続いてこちらのメイベリンのアイシャドウなんですけど、これもね廃盤にはなってしまったんですが、この一番目のカラーを涙袋にのせていきます。最近私涙袋にこのカラーをのせて作ってます。すごい絶妙なカラーでいいんですよね。これが廃盤悲しい。でまたマックのアイシャドウに戻って、この左上のホワイトのカラーを目頭にのせていきます。私最近この目頭のハイライトカラーをねマストで入れてるんですけど、やっぱり抜け感が出たりとかするので、こうちょっとくすみカラーとかを使った時とかは入れてあげると目元が暗くなりすぎないのでおすすめです。でアイラインを引いていきたいと思います。アイラインはまあいつも通りな感じですかね。結構私は普段から長めにちょっと跳ね上げて描くことが多いんですけど、今回もまあそんな感じで自分の目の形に合ったアイラインを引いていきます。そしたらマスカラをやっていくんですけど、このマスカラね新しく出たやつです。メイベリンのスカイハイっていうね、すごく注目されてるマスカラだと思うんですが、結構しっかりとまつげ伸ばしてくれつつ、ブラシがねブラシとコームのいいとこ取りをしているブラシになっているので、すごく綺麗についてくれるなっていう印象があります。これはねカラーブラックなので、結構目元がはっきりとくっきりしていく感じですかね。そしたらシェーディングもやっていきます。このキャンメイクのシェーディングパウダーでノーズシャドウとフェイスラインのシェーディングを入れていきます。ここら辺はいつも通りのメイクと変わらないです。
で、ノーズシャドウは私はこの眉下までこう広げていくことが多いんですけど、こうやってやることでなんか自然にシェーディングが入ってるように見えるので、こう描いてる感が少し軽減されるかなというふうに思います。なのでぜひ皆さんもやってみてください。で、チークはこちらのナーズのベージュカラーを使っていきます。このチークの色味はめちゃくちゃいろんなメイクに合わせやすくて結構ヘビロテしてます。ハイライトもいつも通り T ゾーンと鼻先と C ゾーンと顎と上唇にのせていきます。このハイライトもすごく綺麗に発色してくれてとてもお気に入りです。で、ラストはこのリップですね。リップはやっぱりブラウン系がいいかなと思って今回こちらを選びました。いつもマット系が多いんですけど、ちょっと今回はあえてツヤ系のものを使ってみてます。このカラーも深みが強くてとても秋にぴったりなお色でございます。これでメイクの完成です。はい、ということでなんかめっちゃハイ高かった今。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。どうですか？オープニングでも言った通り、今回ちょっと濃いめなメイクだと思います。結構ね、アイラインもがっつりだし、アイシャドウも結構濃いめのものを使っていて、眉毛今私アートメイク中なのでちょっと眉メイク紹介できなかったのと、色が若干濃いめなんですけど今これもちょっと活かしつつな感じのメイクかな。眉毛が濃いと根元薄かったりすると私的には若干浮いちゃうかなっていう印象があるんですけど、根元もしっかりとメイクをしていくことでそこまで浮いてないかなっていう風にも思います。あとはなんだろうな、私は最近結構涙袋もしっかり描くし、目頭のハイライトもね、割とマストで入れてます。がっつりラメのキラキラのやつを入れる時もあれば、ちょっとこういった控えめではないけど私にしてはちょっと控えめの明るいアイシャドウを使う時もあります。やっぱここにねハイライトをのせるとすごくこう目も近く見えるし、目も大きく見えるし、なんかなんて言うんだろう、ちょっと魅力的な目になるかなって私は思っているので、結構ここにねハイライトは最近マストで入れております。でまたこのリップかな、結構深めの色を今回使っていて、レブロンのリップなんですけど、このリップね落ちにくいです、すごく。でツヤもあってっていう感じで、マスクもねちょこちょこ外せる瞬間も出てきたかなと思うんですけど、まだそれでもマスクはこの先もつけていくのかなと思うので、このリップとってもねいいなって思いました。食事をしても落ちにくいんですけど、これもメイベリーのあの落ちにくいリップと同じで、やっぱり油っこいものとかちょっとこうオイリーなものを食べるとどうしても落ちてきちゃうので、まあ、そこは塗り直したりとかは必要になってくるかなとは思うんですけど、飲み物飲むとかだけだったら全然いけちゃいそうな気がします。でもやっぱこういうツヤ系のリップとかって塗り重ねていくほど、なんだろう、色が残ってるところはそれよりも濃くつくし、でも色が取れちゃったところはそれよりも薄くつくので、どうしてもムラにはなりやすいかなっていう印象は私はありました。でもこうツヤ感をしっかり残してくれるっていう意味ではすごくいいなっていう風に思います。色もめちゃくちゃ可愛いですよね。ブラウン系のニュアンスが結構入っていて、とても可愛い秋にぴったりなリップでございます。はい、ということでこんな感じで秋メイクやってみました。今回ちょっとボルドー系を使っていったんですけど、また色々とね秋メイク可愛いのができたら皆さんに紹介しようと思います。なのでもしなんかこういうメイクも見たいみたいなのがあればぜひリクエストお待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。